はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。 K 二郎様、裁判に役立つ資料を送っていただきまして誠にありがとうございました。花房様、圭一様、ケンちゃん、アキラちゃん様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。福島県沖を震源とする地震発生、福島県東半分と宮城県で震度4、関東北部で震度3、都内は2ぐらい、揺れました。皆様大丈夫だったでしょうか。揺れが長時間続いたのが不気味でした。私のところも揺れましたけれども、難民申請は2回まで、入管法厳格化にもっともないですね。日本生まれで小中高に就学中の未成年とその保護者に特別に在留資格を与える措置に東京新聞が文句垂れておりました。生まれが1ヶ月遅かっただけで家族全員が不許可、親に許可しない、家族分断、まあ子供だけ残れっていうのかな、家族バラバラ強制、なぜ日本生まれに限るのか、私たちも自由が欲しい、知らねえよ、弟が1ヶ月早く生まれていれば家族全員に在留資格が出ていたが違ったので全員不許可だなんておかしい、私たちの人生はどうなるのか、知らねえよそんなの、勝手に来てな、勝手なことほざいてるんですよ、日本人へお前らの面倒見る義務ないの、世論です。その国の法律に従え、どっかで線を引かないといけないのが法だ。強制送還は早いに越したことない。日本政府を恨むんじゃない、親を恨め。本来全員アウトなんだぞ。そうなの。本来全員アウトなの。特別に恩情かけてってんの、それに文句垂れてるって、何なんだって話。法律に従って粛々と扱え。他の国どうぞ。なんだ東京新聞か。1ヶ月遅れを認めたら1ヶ月と1日遅れや2ヶ月遅れを認めろという話になり、増長するだけ。言いそうですね。活動家新聞が必死だな。難民なんていないのになんで日本で難民申請してんだよ。わずかでも譲歩したら次から次へと要求してくる。家族揃って帰国したら全て解決。家族分断させないために家族層全員送還しろってことかな。小学校入学前の幼児はですね、家族と共に送還になることが記事から判明ですね。日本生まれでも小学校に入学前の幼稚園児は家族と共に送還っていうことが記事から分かりますね。なら今から慌ててですね、居座り目的で繁殖しても、遅いってことですね。少し安心しました。なぜ日本生まれに限るのか、私たちも自由が欲しい、日本人の国来て買ってほざくなって来てくれって頼んでねえのに押しかけなんだろうが、私たちも自由が欲しい、なんで不自由な国にわざわざ来んの、私たちの人生はどうなの、知らねえよそんな、日本政府はクルド人を保護する義理なんかねえんだって、それにクルド人はですね、日本人にはないでですね、トルコ永久永住資格があるやんけトルコの永住資格あるやんけ、お前らには、日本人はそんなのないんだよ、トルコのも、日本のもくれてずうずうしすぎる、これね外国人参政権にも言えることなんですけど、クルド人は日本にいながらトルコ大統領選挙の投票できるんだって。トルコのも持ってるし、日本の投票権も欲しいなんて、そんな貴族な真似は許さねえぞ。特権でしょうが。家族バラバラ強制。小学校だろうが、中学生だろうが、家族と一緒に送還すれば、バラバラにならずに解決しますよね。下手に恩情かけから、もっともっとってなんですね。初めから、一切の恩情かけずにですね、日本生まれで、小学生だろうが中学生だろうが、例外は認めず、家族と一緒に強制送還ってしてれば、よかったのに、甘いんだってね。日本人みんなね、相手が日本人だと、思ってね、性善説で、法律決めっけど、相手は外国人で性善説は通用しねえんだわ。通用しねえんだわ。東京新聞がせっかくの恩情にまだ足りない、もっともっとって文句垂れてることからわかんでしょうが、一切最初から情け容赦なくね、例外はなしってすればね、したらね、子供いない家庭も不満に思うじゃん。子供いるから入れるんだ、なったらさ、静岡県清水区の解体現場で24歳の同僚を何度も刃物で刺し、殺人未遂でトルコ国籍、
男31歳を逮捕。犯人の名前と被害者の国籍は報道なし。静岡放送はですね、さすが世界最低の日本のマスゴミの一員に恥じんですね、鳴らし報道、国籍なし報道してますね。世論です。解体校すげー。静岡県庁職員以外は知性低いそうだから仕方がない。これ川勝知事の言った職業差別発言ですか。被害者の国籍は何なんだ。トルコ国籍のあいつらじゃないの。クルド人は山岳ゲリラ、このぐらい当たり前。みんなねクルド人って思ってます、どっこにも報道になってるけど、クルド人ってみんな思ってます。クルド人静岡でも暴れてんのかよ。テロも近いな。いい加減トルコ籍だけで報じるのやめろ。トルコ国籍と書くところを見るとクルド人と。解体現場で働くトルコ人なんて聞いたことないんですよね私。在日トルコ人何人ぐらいいるかご存知ですか。在日クルド人は3000人で、在日トルコ人も3000人。だからトルコ国籍って言ったら2人に1人がクルド人なんだよな。逮捕されたらトルコ国籍、難民ぶるときはクルド人って報道するのもうやめろって。トルコ人からも風評被害が迷惑だって言われてただろ。被害者もクルド人で示談の見込みがあって立件されない可能性あるから、犯人の名前が報道されないのかもしれない。それともですね、いきなり強制送還だってことになって不起訴になったら名前の報道はしないのかもしれない。川勝静岡県知事記者会見、昨日のことです。農業酪農水産業は最も大事にしてきた産業であり、そういった方たちに心を傷つけたとすれば誠に申し訳なく心からお詫びする。心を傷つけたとすれば、最初から最初はこんな言ってもこいつらの心は傷つかないっつってナチュラルに差別発言をしてしまったっていうことがわかりますね。人を傷つけたことには私の心も傷ついてる。うるせえよって話。うるせえ。世論です。なんでお前が傷つくんだよ。被害者面もサイコパス。日本の国益も傷つけた。加害者が被害者ぶるパターン。本意でないことをなんで言っちゃうの。自分も傷ついたからおいこだねってなるかーい。被害者面する害ほど迷惑なものはない。迷惑なものはない。害ってですね、キチガイの隠語です。書きづらい時は害って書くね。試験ですけど、川勝が一方的に悪口言って一方的に傷つけたのに何言ってやがんだ。やっぱパヨとはですね、日本通じないですね。殴った拳も痛いんだ。知らねえよそんなの。うるせえよって話だよね。JR 東海社員、川勝知事を信用してないので辞任も半信半疑。世論です。全く信用されていなくて草。 JR さんドストレート。あんなこと繰り返したらそりゃ信用されないですよ。あいつの言うことは一切信じないって感じで受ける。公式発言なのに信用ゼロ。今までの行いが悪すぎると。27年度のリニア開通を妨害できたから、もうやめますって言ったらしいですね。それに対しても非難合合。お前はリニア妨害するために知事にやってたのか。それまでに中国のリニアが完成してですね、世界初って名乗れるように一生懸命必死で妨害してたのが中京の犬の川勝と。何人か指摘してたが、サイコパスなんじゃねこいつって。サイコパスは息を吐くように嘘つくんで、辞任するまでは信用できないのは当然であります。やっぱやめませんとか言って、もう任期は来年の6月までで、まあ1年しかしがみつけないですけどね。川勝の後に担ぐパヨの星をオール左翼のですね、静岡連合県議団は探さないといけませんね。静岡県議会の、まあ、立憲共産社民生活ネットワークあたりの、左翼どもが静岡連合っていうので、まあ川勝担いでるんですけどね。台湾地震ですけれども、知人が住んでる台北は割と無事だが、東部が被害大だそうであります。亡くなられた方も複数いらっしゃるとのこと、慎んでお悔やみ申し上げます。中国共産党救援しようか。台湾政府必要ない、即断る。世論です。そのまま居座られるからね。絶対そのまま駐留するもんな。そのまま占領してくるのが見え見えなんだから断るの当たり前。嫌いな奴に助けられたくない。
助けられた後が問題だからな。ランダルガンダの恩着せがましく居座って、めんどくさいですもんね。共産党の治安維持部隊はいらんわ。救助と称して人民軍が、台湾は中国の一部って言い張ってんので、台湾は中国の台湾州って立て付けなんですけど、まあ、州からね、断られちゃって、メンツ悪つぶれですね。救援隊送ってですね、救援隊よそって人民軍、送られ、つけられても困んで、断って正解ですね。毎日新聞文芸部、吉井、これなんて読めない、リキでいいのかな、記者。川口のクルド人のせいで治安が悪くなっているという言説について、検挙される人のほとんどは日本人です。外国人はずっと少ない。なぜそれが人口比の問題にすり替えられるんでしょう。外国人の犯罪のみを問題するのはただの差別です。何言ってるかちょっとわかんないですけど、世論です。何が言いたいのかさっぱりわからない。頼んでもないのに日本に来て犯罪の話をすり替えようとするな。外国人が犯罪を起こし続けている事実について不満がある。悪さしない前提で入国を許可してるんだが、これ犯罪歴がある外国人とかは入国できないですよね。こういうレベルで記者とかでいいんだ。こんなバカでも新聞記者ってできるんだ。何言ってかわかんないですね。ようやくなんですけど、外国人犯罪の人口比率の話は都合が悪いからするな。絶対数は圧倒的に少ないんだ。差別だ。ギャオーンってことらしいですね。つまり川口クルド人の犯罪率が高いことを隠蔽したいと。まあ1000人あたりの逮捕者数であるとか、そういうのが高いんだろうな、多分な。ということは実際に犯罪率が高いって分かっちゃいますね。この記者バカなのかな、そんなことバラしといてね。よし、国籍によって罪の傾聴は違うのですか。外国人犯罪ばっかり目くじら立てて、みたいなことも言っておりました。そりゃ違うに決まってんでしょ。日本人からしたら外国人が日本人に迷惑かけたら気に入らんに決まってんじゃん。外国人は罪を重くすべきですよ。善良なものしか入国を許可してない建前なんだがさ、これ犯罪歴がないから善良な見込みのものしか入国許可してない。犯罪者は断ってる。来日してくれって頼んでない。わざわざ勝手に来た。押しかけてきた。で、居座ってる。勝手に来て悪事を犯し、日本人に迷惑かけてる。私はね、昔から外国人がですね、日本人に被害を及ぼしたら、迷惑かけたら、侵略とみなして、厳罰に処すべきと、昔から考えております。日本人だったら3年の刑は、まあ、9年やるとか、12年やるとか、重くした方がいいと思うんですね。勝手に来て何やってんだと。自分ちの親からの財布からね、お金くすねんのと、わざわざね、人ん家に行って他人の財布からお金くすねんの、後者の罪が重くて当然でしょ。そんなの元からいる日本人と比べて、勝手に来て勝手に悪さしたら、悪さしに来たのか最初からって、より悪質って取られても仕方ないですよね。仕方ないですよね。だから外国人はよそんち出かけてって、そこんちに被害を及ぼしてるやつなんだから、自分ちで悪さするやつよりも重くして叱るべきと思うんですよ。皆さん異論は認めますんで、コメントでお願いします。その他のニュース、厚労省、使用期限を迎えたコロナワクチン 2.4 億回分を廃棄しました。国民全体が2回接種できる分を丸々余してしまった模様であります。推定6000億円、プラス廃棄代、全部税金だぞと。見積もりがずさんすぎんだろ、注文前の。調達調整能力皆無だろ。厚労省に絶望ですね。何やってんだこのバカどもは。いい大学出てんでしょうけど、大学は出たもののっていうことは、バカはバカってことだな。三原淳子参議院議員の横浜市中区の自宅から愛車の白いランクルが盗まれる。なんかね、朝起きたら亡くなってたんで、すぐに被害届を提出。岸田の宝の仕業ですかね。岸田の宝の、裏金脱税で離党勧告を受けた世耕弘成前参院幹事長、離党します。離党届提出。もう政治家引退して近畿大学理事長に専念したら、二足のわらじやってないさ。山本太郎、バックに宗教もない、バックに企業もない、私のバックはあなたなんですよ。あんたらが私らを支えてくださいみたいなことを言ったらしいんですけど、令和のバックはですね、主なとこだけで、中核派、
関西生コン、ピースボート、ワールドメイト、これ宗教団体ね、立正厚生会、実践倫理厚生会、ブラック解放同盟と、すごいところいっぱいあるやん、バックがすごいやん、こりゃ共産党も令和が立候補したとこには候補立てないとこかなみたいな遠慮しちゃうよね。すごいとこばっかりさ、おっかないとこばっかりさ、ということでバックがないは嘘であります。まあ山本太郎は嘘つきですから、なんていうのかな、嘘ばっかついてるよね。なんかね、なんだか知んねえけど嘘ばかついてる。なんでだろうな、病気かな。というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。メール登院にもなってください。動画もっと見る、動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。